こんにちは。総合館は最近たくさんの人が来館しているようですね。ベロブルグ市民の心の中の歴史と芸術に対する憧れが再び呼び覚まされたのでしょう。これもあなたの経営のおかげです。最初に非常勤の仕事を紹介したのは、ただあなたにこの仕事の楽しさを体験してもらいたかったからですが、こんなに素晴らしい才能があるとは思いませんでした。お聞きしたいのですが、この仕事は好きですか？そうですか。ですが達成感はありますよね。そうでなければ今まで続ける理由がありませんし。あ、世間話はこのくらいにして、今回あなたを探していたのは窃盗事件の進展について話したかったからなんです。ですが、まずは見せたいものがあります。私についてきてください。総合館が開放されて以来、シルバーメインと遅延は仮想部で一連の捜査を行ってきました。あまり進展があったとは言えませんが、それでもいくつか新しい手がかりを手に入れることはできました。今回のことがうまくいけば、工業館も順調に一般公開できると思います。こちらです。ここに展示されていたのは、歯車と知恵と呼ばれる一点の現代彫刻でした。言葉だけでは少し抽象的かもしれませんが、できるだけ分かりやすく説明しますね。その彫刻は多数の歯車と機械部品を組み合わせて作られたもので、人の背丈ほどの高さがあり、一人や二人では持ち上げられないほどの重量があります。そして、その歯車と知恵が工業館の入り口に展示されることになったのは、ベロブルグ市民の何百年もの生存、生活、そして生産を行ってきた工業精神を象徴しているからです。歯車と知恵がなければ、工業館は魂の半分を失ったと言っても過言ではないかと。一般公開するためにも、絶対に彫刻を取り戻さなければなりません。歯車と知恵の最初の設計から完成まで、どれだけの時間がかかったかご存知ですか？およそ20年ですよ。これだけ心血が注がれた作品をこんな簡単に諦めるわけにはいかないです。あなたを探しに来る前、ちょうど仮想部の機械集落で窃盗団に関する手がかりが見つかったと報告がありました。それが歯車と知恵につながる手がかりかどうかはわかりませんが、調べてみる価値はあると思います。準備ができましたら一緒に機械集落に行きましょう。わかりました。準備が整ったら、また私を探しに来てください。そろそろ集落に行って、歯車と知恵を探しましょう。準備はできましたか？はい、出発しましょう。人がたくさんいますね。どこから手をつけましょうか。
はい？あ、あの赤い服の女の子ですか？思い出しました。ブローニャ様の即位式典の時に上層部で会ったことがあります。私たちの調査の助けになるかは分かりませんが、知り合いには挨拶する、これは基本的なマナーですよね。お姉さん、それからペラギア・セルゲーブナお姉さん、私のフルネームを覚えているのですか？この子すごいですね。こんにちは、クラーラさん。ここで何をしているのですか？あ、最近集落で何かあったようなので、近くに住む皆さんに話を聞いていたんです。何かあった？詳しく説明していただけますか？最近、まるで集団で故障したみたいに、集落のロボットたちの様子がおかしくなって。問題が起きたロボットたちは、あちこち動き回って、テントの中に侵入したり、皆さんの持ち物を壊してしまったり、たくさんの人が被害に遭っているので困っているんです。スワローグは何回か集団スキャンをしたんですけど、故障の原因は見つかりませんでした。だからもしかすると、これはハードウェアの問題ではないのかもしれません。ふむ、ロボットが集団で故障。ええ、私も同意見です。せっかく仮想部まで来たのですから。クラーラさん、私たちも暴走したロボットの調査をお手伝いします。え、でもお姉さんとペラお姉さんには他に急ぎの用事があったんじゃ。気にしないでください。仮想部には他にも調査を手伝ってくれている方たちがいますので。それにもともと何の心当たりもない状態でしたから、あなたが遭遇したトラブルを解決できれば時間の無駄にもなりません。ありがとうございます。どうやって暴走したロボットに近づけばいいか悩んでたんですけど、二人がいればきっと大丈夫ですね。はい、市民の問題解決を助けるのがシルバーメインの責務ですから。クラーラさん、問題が発生したロボットを見に行きたいのですが、案内していただけますか？あ、もちろんです。ついてきてください。見てください、あそこです。あのロボット、きっと故障しています。見た目は問題なさそうですが、もう少し近づいてみましょう。しつこい。全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。鬱陶しいわね。輪を持って尊した。いたずらしちゃうぞ。えってけ。礼儀がなってないわ。殴ったね。
客をもてなさないと。悪党め名を名乗れ。オラオラ誘ってないけど、あたしを頼れば死ほらよっと。ガガ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 ガ、礼儀がなってないわ。誰かな。蝶と共に散れ、スターレイファントム。話し合いましょう。はっ、私が怖いの。次いくよは千の地域をもってコブボ一心同期。しつこい。いたずらしちゃうぞ。おっきゃ。誰かな。鬱陶しいわね。次随分攻撃的でしたね。この辺りのロボットは全部こうなのですか。いえ、きっと故障が原因で。そのごめんね。あなたは病気みたいなの。今から外装を外して検査するね。これはこのパーツ、もともとロボットについていたものじゃないみたいです。あ、クラーラさん、そのパーツを見せてもらえますか。あ、もちろんです。間違いありません。このパーツは歯車と知恵から取り外されたものです。文化財を盗んだ犯人たち以外、他に誰がいると思うんですか。なるほど。シルバーメインと遅延が長い時間をかけて調査しても歯車と知恵を見つけられなかった理由が分かりました。あれほど目立つ彫刻であれば、どこに置いても人の目についてしまう。だからずる賢い窃盗犯たちは彫刻を分解してロボットの体に埋め込むことにした。それでもこうしてボロが出てしまいましたが、おそらく彼らはパーツがロボットのシステムと反発して騒ぎになるなんて思っても見なかったのでしょう。つまり、これから挙動不審なロボットを見つけたら、その体内からパーツを取り出せばいいというわけです。すみません。ですが、落ち込まないでください。私とクラーラが一緒に行きますので。クラーラ、一生懸命お手伝いします。行きましょう。盗まれたパーツを取り戻さなければなりません。皆さん、故障したロボットが現れた場所は大体この方角だと言っていました。一緒に見に行きましょう、お姉さん。
盛り上がってるじゃん。乗ってる？痛い目に遭いたいのか。このエリアのロボットたちは全員正常に戻ったと思います。はい、パーツもいくつか集まりました。数は多くありませんが、幸先のいいスタートと言えるでしょう。はい、次のエリアに行ってみましょう。この曲はもっと痛い目に遭いたいのか。争いに意味はない。やっ、君らはこの地生徒し、君らに選ぶ余地はない。おやすみ。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。ステージを重ねるほど最高になるんだ。このエリアの故障したロボットも正常に戻りましたが、はあ、思ったよりペースが悪いですね。このままではここで一日過ごすことになりそうです。はあ、あなたの言いたいこともわかりますが。わかりました、妥協しましょう。歯車と知恵の部品の数は驚くほど多いので、このまま探してもキリがありませんし、新たに組み立てられるだけの量を集めて足りない部分のパーツや細部は誰かに付け足してもらいましょう。この件は絶対に秘密にしてください、クラーラさんも。はい、クラーラ絶対に秘密を守ります。いい子ですね。では次のエリアを調べに行きましょう。これで万全だ。し、声を小さくして。大きなロボットです。ま、確かに。かわいそうなグリズリー。きっと体内にたくさんのパーツを埋め込まれたんですね。この子を調べてみましょう、お姉さん。ステージを重ねるほど最高になるんだ。ピンときたんだ。よいしょ。これで終わりですね。大きいロボットは回復するのに時間がかかるので、しばらくここで自己修復させてあげましょう。これが取り出したパーツです。どうぞ、ペラお姉さん。ありがとうございます、クラーラさん。
どれどれ。今回も数が少ないですね。これではまだまだ足りません。続けるしかないでしょう。ですが、本音を言うと私も少し疲れてきました。あのスバローグに聞いてみるのはどうでしょうか。故障したロボット全員を集めることはできませんが、スバローグなら何かアイディアを出してくれるかもしれません。ああ、スバローグさん、そういえばまだお会いしたことがありませんでしたね。打ち解けるのはかなり難しいと聞きますが。いいえ、そんなことはありません。最近のスバローグはとっても友好的で。ついてきてください。クラーラがちゃんと説明します。クラーラ、お帰り。外から来た者も連れてきたのだな。それから資料検索中。ペラゲア・セルゲーブナ、シルバーメインの情報官、はじめまして。はじめまして、スバローグさん。あ、クラーラお姉ちゃんが帰ってきた。クラーラお姉ちゃん、こんにちは。二人とも何か用があってスバローグに会いに来たの？この二人の子供は怪しいパーツを見つけ、それを私に届けることで賞賛と引き換えようとした。しかしこれらのパーツの出所は不明で、実用的価値がない。計算だけでは断定できない。実用的価値がないパーツ？見せていただけませんか？もちろん、好きにするといい。やっぱり、これも歯車と知恵から取り外されたパーツです。確かに、なんだか情けなくなりますね。妹と集落の近くで遊んでたら、大人たちがこのパーツをどうするか相談してるところを見かけたんだ。すごく変なことを話し合ってた。とにかくすごく怪しくて、人前ではできないような話ばっかだった。それで妹と近くで盗み聞きしてたら、そいつらいつの間にかグーって寝ちゃって。だから二人でパーツの入った箱をこっそりここまで持ってきて、スワローグさんに返そうと思ったの。あなたたち、なんて危険なことを。万が一その大人たちが目を覚ましていたら、一体どうなっていたと思いますか？私とお兄ちゃんはただ役に立ちたくて。あ、泣かないでください。
いいですか、このパーツはスバローグさんが落としたものではありませんが、あなたたちはちゃんと役に立ちました。まだ事態の整理ができていないが、二人の行動が彼女と彼女の仲間の助けになったのなら、それは称賛に値することだ、少女よ。スバローグ、優しくなったね。本当に？僕たち役に立った？やった！これだけのパーツが集まったのなら、少なくとも歯車と知恵の大体の構造は復元できるでしょう。ただ、あの二人の子供が言っていたことが気になります。どうやらこの集落でも展示品の窃盗に関わった人物が活動しているようですね。すぐにシルバーメインと遅延に連絡して、ここを徹底的に捜査してもらいます。ですが、これ以上時間を浪費して事態を悪化させないためにも、まずは集めたパーツを博物館に持って帰りましょう。ジャッキー、聞いたか？スバローグさんがお前を褒めてくれたぞ。スバローグさんはお兄ちゃんのことも褒めてたから、私たち二人を褒めてくれたんだよ。いいか、これからもいいことを続けて、スバローグさんの最も信頼できる、あ、クラールお兄ちゃんの次に信頼してもらえる人になろう。私、これからも頑張る。お姉さん、それからペラお姉さん、今回は二人の役に立つことができて、それがただの偶然だったとしても、クラーラ、とっても嬉しかったです。最近集落の皆さんがよく笑うようになりました。クラーラもすごく幸せです。クラーラはスバローグと一緒にこの平穏を守っていきたい。そして時間があったらスバローグを上層部に連れて行ってあげたいと思います。ようこそ外から来た者。何の用だ？それはあなたが観察を経て出した結論だろうか。私の直近の各感情パラメータに変化はない。だがクラーラも同じようなことを言っていた。あなたたちの認識が一致しているのなら、それはおそらくアルゴリズムの範疇を超えた力が私の行動システムに影響しているからだろう。奇妙な感覚ではあるが、悪くはない。重労働ですね。分かっていたら助っ人を呼んだのに。ですが見てください、この完成形、なかなかのものではないでしょうか。
設計図を片手に何十時間も見比べたりしない限り違いはわからないと思いますが、ここまで復元できれば上出来でしょう。お見事です。歯車と知恵という目玉展示品を取り戻せましたし、これで工業館も一般公開できますね。もし今でも博物館の経営に興味があるのでしたら、もう一度エリスさんに声をかけて工業館の開放について話し合ってみてもいいかもしれません。私は引き続き他の盗難品の調査に移ります。スワローグさんの縄張りで決定的な証拠が見つかるといいのですが、なんだかもうすぐ黒幕にたどり着けるという強い予感がします。何か新しい情報が入った時はすぐにあなたにお知らせしますね。